冗談じゃありませんよ、まったく。どうしたもこうしたもありませんよ。私がなんであんな野蛮人どもと同じ部屋で肌を晒さなきゃならないのです。将軍上洛の時に近藤さんと意気投合したお医者様が本所に来られているのですよ。大使たちの健康診断を行うとかの名目で。ハゲ坊主、みんなの前で私に服を脱げとおっしゃるのよ。拒んだら無理やり脱がそうとするし、それにあの大使たちの態度、なんて野蛮なんでしょう。確か松本良順とか。あらあら、あんな野蛮人に会いたいなんて、なんて物好きなのかしら。よし、次の人。おう、俺の番だな。え、ちょっ、ふっ、どうすか。剣術一筋で鍛えに鍛えたこの体、新発さんの場合体は頑丈だもん。見てもらうのは頭の方だよな。ああ、余計なこと言ってると締めるぞ平助。長倉新八と。よし、問題ない。次。ちょ、先生、もっとちゃんと見てくれよ。いやいや、申し分ない健康体だ。新八、後ろが使えてるんだからさっさと終わらせろ。そうじゃなくてよ、もっと他に見るところがあんだろ。診察は見てもらうものであって見せつけるものじゃない。さっさとどけ。君はもう少し胃腸に気をつけるようにな。この薬、今ので薬が切れた。ん？薬の補充も兼ねて休憩にしようか。君、ちょっと手伝ってくれるかね。松本先生、雪村君。おお、早速会えたようだな。はい、おかげさまで。感謝。私は君に会うためにここに来たんだよ。近藤さんの娘さんがここに身を寄せていると近藤さんが教えてくれたんだ。近藤さんと松本先生が懇意にしていたことは俺も知っていたことだ。何か近藤さんの手がかりになればと思い、松本先生が京に戻ってすぐに連絡を取った。
辛い思いをさせてしまったようだ。君がここにいる事情は分かっておるよ。何か？残念ながら私も高堂さんの居場所は知らないんだ。君はここにいることであの薬に関わってしまったようだが、あの薬、つまり高堂さんが新選組で行っていた研究のことについてだが、高堂さんが新選組で行っていたのは幕府の命令による羅刹を生み出す実験だった。羅刹とはすなわち鬼人のごとき力と驚異的な治癒能力を持つ人間のことだ。そしてその羅刹を生み出したのは落ち水という薬だ。これは西洋ではエリクサー、中国では仙丹と呼ばれるものに値する。つまるところ不老不死の霊薬みたいなものだ。だからこそ両親の呵責に耐えかねた高堂さんはここを去ったんだろう。しかしあれは幕府が新選組の戦力増強のために与えてくれた知恵だ。あの計画は失敗だ。行わない方がいい。幕府も見切りをつけている。になった大使たちがどうなったか、それは近藤さんもよく知ってるだろう。あの計画は人道的に決して許されるもんじゃない。部外者に文句を言われる筋合いはありません。三男君、顔色が悪そうに見えるぞ。ご心配なく。我々は我々の裁量で例の薬を有効に活用させていただいています。しかし危険だ。あの薬は強すぎる。
研究は続いています。そしてすでにこの私という成功例もあります。確かにそうかもしれん。だが成功が続くとは限らん。いいえ、今後も研究と改良を重ねれば成功率が上がるのは明らかです。今までと比べて犠牲者が減ればいいという話ではない。無駄死にするものはもうこれ以上一人として増やすべきではなかろう。彼らは我々の礎となったのです。無駄死にではありません。しかしだな。ああ、まあまあ二人とも計画の話は後日改めてということにせんか。そうですね。そういえば健康診断はどうでしたかな。ああ、それなんだがな。怪我人や病人を合計したら全体死の3分の1近くになるじゃないか。なんと。なんとじゃないぞ近藤さん。今まで何をやってたんだ。切り傷からしぶり腹まで、この豚所は病の見本市だぞ。そんなことになっていたのか。まずは病室を用意してそこに病人を運び込んでくれ。それから豚所を清潔にしてもらわんと話にならない。なるほど、そうであったか。まあまあ綺麗になったじゃないか。そりゃ死ぬ気で頑張ったからな。でも掃除は一日休んでただろ。ずるいよな。土方さんが過保護なんですよ。うるせえ。お前が変な咳するからだろう。しかしやはり片付くと気分が良い。まあな、見違えたもんだ。これはこれで悪くない。よし、これからは毎日掃除するか。頼んだぜ平助。なんで俺だけなのさ。体力自慢の審判団が怠けてどうするんだよ。お、そうかそうか。じゃあ明日から二人で頑張ろうな。おいおい、ちょっと待て。誰もやらねえとは言ってないだろ。捨ててこい新八。いや、だから明日からだろ。なあ平助。片付けたそばから暴れるな。埃りが立つ。
沖田君たちなら中庭の方に行ったようですが。どういたしまして。急ぎすぎて転ぶんじゃありませんよ。結論から言おう。お前さんの病は老害だ。なんだ、やっぱりあの有名な死病ですか。ああ、驚かないのか。そりゃ自分の体ですから。でも面と向かって言われるとさすがに困ったな。笑い事ではなかろう。これでも困ってるんですけどね。実は私もあの子に内緒にしてることがある。行動さんが上位派の過激浪士連中と行動を共にしてるらしいんだが、とてもじゃないが伝えられねえよ。静かにしていろ。病に関しては聞かなかったことにしてくれ。あの人が病に倒れるとなれば内外に与える影響が大きくなる。それに老師たちが調子に乗るだけでなく、局長も副長も心配するうちは。病に関しては俺たちが対処する。お前は気にするな。つまり関わるなということだ。